こんにちは、あきです。今回はカールツアイスイエナ製のソナ 50mmF2 で撮った写真の紹介です。先に言っておきますが、今回はちょっと短めになっておりますっていうのは、私がちょっと喉を痛めているので、あまり長時間は喋れないからです。いつものごとくですが、このレンズのスペックとかについては検索するときっといろいろ出てくると思います。東ドイツ時代に、カールツアイスのイエナの方で作られていたソナーの 50mmF2 です。今見ていただいている紫のお花、これが開放で撮った時の描写になります。ピント面はしっかりしているんだけれど、ボケ、特に玉ボケなんかは輪郭が出てて、結構ザワザワして賑やかな感じになります。私最初の動画で載せていたジュピター8、これも 50mm の F2 なんですけれども、それとね、似たような描写になっています。っていうのは、ジュピター8が、このゾナーのね、50mmF2 の、コピーっていうのかな。コピーっていうとちょっとね、イメージ良くないかもしれないけど、時代的にはね、それを元に作ったソ連製のレンズですので、似たような描写になるのはね、そうなんだろうなと思います。この赤い葉っぱが写っている写真なんかも、背景のキラキラの玉ボケとか、あとね、たくさんあるエザーとかね、他の葉っぱとか、その辺のボケ方がちょっとね、こう滲んだような感じ。これはどういう周差の影響なのかな、その辺のスペックはよくわからないんですけど、きっとね、何か完璧じゃない光学系の影響で、こういう風なね、ボケになってるんだろうなとは思います。それはね、きっと完璧じゃないとは言っても、この子の解放での個性ですから、私は全然好きなんです。50mm の F2 っていうその数字的なね、スペックだけ見ると、そんなにね、ボケとかも大きくないんじゃないかなってイメージを持たれる方は、特にね、そんなに写真に入れ込んでない方だったら多いんだろうなと思います。っていうのは、キエとかでも、だいたい 50mm の F1.8 とか、F1.4 とかもあるし、で、さらにね、上の高級レンズみたいなね、とろけるようなボケみたいなことを言ってるのだと、50mm の F1.2 とかありますよね。で、マニュアルフォーカスだと割と F1.4 とか F1.2 とかが標準的だったりしますから、そういうのと比べるとね、F2 だとボケちっちゃいんじゃないとか、ね、その数字だけ見てるとね、思われがちなんですけど、50mm っていう焦点距離ですから、F2 でもね、十分ボケます。こんな風にね、背景よくわかんないくらいボケるので、ボケをね、活かした写真を撮りたいよ。でも、なんか高いね、F1.4 とかの F1.2 とかのレンズには手が届かないよっていう方は、F2 ぐらいでもね、全然ね、こんな風に綺麗にボケますから、検討してみてください。解放の話が続いたので、これも解放で撮った写真です。何を撮ったのかっていうと、足元に咲いている、なんか名もなきお花、名前はあるんだろうけれど、でもね、ちょっとわからないお花です。ちっちゃいね、多分雑草って言われる類のお花です。でもね、この冬の季節に、珍しいというか、貴重なね、カラフルなお花なので、私道端で見つけるとね、今日も元気に咲いてるなって思いながらお散歩しています。この写真のメインはもちろんそのお花、紫色とか黄色とかが混ざってるこのお花なんだけれども、ちょっとね、周りにね、目をやってみると、例えば下の方にあるお花の茎なんかは、これどう言ったらいいのかわからないんだけれど、絵画調というかね、その滲むようなね、ボケ方をしてますよね。とろけるみたいなね、その本当のね、最新のレンズのそういうボケではなくって、なんかベタ塗りしたような感じ、なんかね、絵みたいな、キャンバスに描き殴りましたよみたいな、そういう感じのボケ方してくれます。これがね、ちょっと特徴的でね、面白いなって思うんです。確かプラナーのね、 50mm の F1.4 とか、その辺もね、こんな風な、なんだね、絵画的なね、不思議なボケ方をしてくれるっていうのは聞いたことがあります。開放の描写が面白いっていうのは、オールドレンズのね、醍醐味でもあるんですけれども、開放だけじゃね、もったいないなっていうのもあって、絞っても撮っています。私、ことあるごとに言ってる気がするんですけれども、いくらね、オールドレンズだって言ってね、古いんだ、レトロな写りなんだって言ったって、絞ってあげればね、しっかり写るんです。ものによるけれどね、ものによるっていうのはその状態によるんですよね。ものすごい曇ってるとか、カビでとんでもないことになってるとかね、そんなんじゃなければ、大体はね、絞ってあげればなんとかなるものです。で、これもね、絞って撮っているお花ですね。で、現代のレンズとね、その横
並びにして比較したら、例えばだけれどもハイライトの部分が、この子はねあんまりなんていうかな、しっかり描かれてないんだけれど、現代の子はねしっかりそこも捉えてるとか、等倍で見たらね全然その縁のねエッジの描き方がね現代のレンズの方がシャープなんだとか、そういう違いはねもちろん比べてみたらたくさんあると思うんですけれども、まあでもね普通に画面で見る分には全然十分ですよね。だからあのオールドレンズはね開放の描写を楽しむっていうのも一つだし、絞ってあげてまあ実用的なマニュアルフォーカスのレンズとしても使えるんだっていうことです。とはいえ開放で撮りたくなってしまうのもまたこのね人の差がであります。これは開放で撮っています。その辺はねもう被写体の目立ち方具合とか、まああと背景をどれだけ残したいか次第ですよね。この時なんかはまあ背景のね葉っぱは葉っぱでもちろん出てくれた方が良いのだけれど、まあでもとはいえね葉っぱが主張しちゃうと葉っぱの方が尖っててね結構目についたりするものだから、まあボケてくれた方がいいなと思って開放で撮ったんですよね。でこの後ろのねキラキラがねまた玉ボケになってくれているのも彩りだなっていうのを思いながら撮りました。ちなみに今回使っているカメラ本体はいつもの富士フィルムの XE3 で、使っているフィルムシュミレーションはアスティアになります。私冬の季節ってなんだかクラシッククロームで撮りがちなんですよね。なんでかな、なんかちょっとまあ枯れ木が多いとかねそういうのもあって、でなんかシック気味な気分でね撮りたくなるんですよね。だからこの日もクラシッククロームで撮ってたんだけれど、ちょっとね帰ってきてっていうかこの動画を作ってる日なんだけど、まあなんとなくね、あーでもちょっと可愛い系にしたいなーっていう気分にふとなったんですよね。だからアスティアにね書き換えて今回は動画にそれを載せています。アスティアっていうフィルムシミュレーションはなんとなくねあの名前にソフトってついてるのもあって柔らかいイメージを持たれる方多いかなって思うんだけれど、まあ、あくまでねベルビアと比べたら柔らかいっていうだけで、元はねポジフィルムのアスティアですから、この写真みたいにピンクとかはねすごい鮮やかに出てくれます。だからベルビアだとちょっとどぎついかな、でもまあネガ系とかクラシッククロームだとちょっと気分的にドーンって落ち込んじゃうんだよな、華やかなのが見たいなっていう時に私はアスティアを使います。でねプロビアとの違いはって大体なるんだけれど、まあ私にはよくわからないんだよね。あのたまに出してるフィルムシミュレーションの比較みたいな動画もあるんだけれど、あんまりプロビアとアスティア私違いがわかんないんだよね。なんとなくねアスティアの方が彩度高かったのかな、どっちだったかな忘れちゃった。まあその辺はね、あの私はアスティアで撮ってるんだっていうロマン枠みたいなのもあります。あのプロビアがね好きな方は私はプロビアなんだっていうね、そういう気分を乗せるっていうのもフィルムシミュレーションの大事な役割なんです。フィルムシミュレーションで気分を変えるっていう意味でガラッと変えるならモノクロも使ってみたりはします。まあアクロスっていうモードですね。でこのレンズはねちょっと年代も正確なところは分かってないんですけれど、まあモノクロからカラーに移るぐらいの時のものです。コーティングもね T スターじゃなくて T なので、まあ戦前からあるコーティングなのでモノクロで使われたことも多かったんじゃないのかなとかね、そんな風にまあ妄想ですよね。あの思いを馳せながら、まあモノクロのねあの、まあ、当時アクロスがあったわけではないんだけれど、まあモノクロのねフィルムだったらこんな風だったのかなとか思いながらモノクロのフィルムシミュレーションを適用して遊んでました。そして最後はクラシッククロームで撮った写真を載せながら、まあ雑談というかお別れでございます。今回はカールツアイスイエナ、東ドイツの方で作られたゾナ 50mmF2 で撮った写真の紹介でした。まあこのレンズのね描写がどうだとかそういうのは正直分かってて選んでるわけではなくって、割とねその使い勝手とかの気分を変えるために私はレンズを変えています。例えばこの子はね絞りにクリックがないとかね、あと見た目が結構金属でレトロでかっこいいとか、こんな感じに気軽に選んでおりますので、まあ、皆様もね着せ替えぐらいの気持ちで気分を変えるために気軽にこんな風にレンズを変えてみるのも良いのではないでしょうか。といったところで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございます。なんか声がカスカスしてしまっているので早く治るといいなと思ってるんですけれども、まあ、ぜひねまた他の動画もご覧いただけると嬉しいです。そして良いなって思ってくれた方はぜひぜひチャンネル登録高評価、あとは雑談質問何でもコメントを寄せください。待ってます。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。